ためにそれを保護するための、レンズカバーが2個入って1つ、純正品なんだけど、これね、あの Amazon の方でも評価良かったんですけど、純正品なんだけど安くて、これね、確かに届いたね、どうなんで安いってみんな言ってるのかなと思ったんですよね。なんで安いってこうプレビューってプレじゃない、カスタマーレビューに書いたのかなと思ったけど、でこれもの来て分かりました。安い、土台が3つ入ってる、土台が3つ入ってて、あのメインのところね、このカメラにつけるところの部品は1個しかついてないんだけど、要はこの両面テープと台座の部分は3つついてるから、最初両面テープだけ3つついてますだと思ったんです。そいだらなんてことね、この台座の部分からこの部分から3つ来てるから、要は例えばこの1個は車の、ドライブレコーダー用でミラーの後ろにも貼り付けとこうって言えば、それ1つも固定ね。で1つは例えばバイクの、カウルのここにつけとこうっていう風にやって、でもう1つは運転席が映るように例えばその助手席側の前の方につけようかなとかって言った時に、もうつけとけばこのここのボールジョイントのとこだけ外して移し替えればいいっていうことだよね。だ結局3つ買ったようなもんだ、要はだから得なんだね。でこれはね、安いんですよ、安いの、純正なのに。純正ってね、大体どこのソニーさんでもどこさんでもさ高いけど、純正なのに安いです。これ1600円で、これ3つ、これもう一個買ってもいいかもね。そうしたらここから取れないと思ったんで、メインと台座いや取れないと思ったんで、もしここだけだったら、これプラスチッキーでしょ、だから錆びたりしないから、もうバイクのなんだろうな、目立たないところであればもう先につけとけばいいのかなと思いますね。そしたらもうこの映像撮りたいな、あの映像撮りたいなって言って、その撮りたい時に映せる、だけどそのまんまでいって両面テープも剥がさないでいいから耐久性持ってないしっていうことで、っていうことです。これいい、よかった。これなんつうんだね、フレキシブルマウントね、フレキシルマウント。はい、でもう一つ、今そういうのがあるって言ったんだけども、例えばレンタカーとかあんま借りないんですけど、今回考えてるのがこうちょっと他のところの車に乗んなきゃいけないとか、例えば、そういうことはないだろうけどな、映像上例えばこう観覧車の一部で観覧車の、乗りながら何かを撮りたいとか、例えばね、観覧車の中とか、あとはそういうふうなちょっとしたガラスがあったりとかすればするとこだったらば、このマウントね、吸盤のマウントです、まあ、よくあるやつです。カーナビもそうだし、今だとスマートフォン、タブレット、iPad だとかね、車に皆さんつけたりすると思う。そのね、こうやってつけるやつあるでしょ、あれも、なんかね、ちょっと基板、袋が基板で心配だけど、評価が良かったんで、これにしたんですね。で、これは安いんだけど、すごい評価が良くて、この小ぶりでしょ、このね、もっとこのいつも使ってるこの iPad のやつとか iPad のとかなんかめっちゃでかくて、本体がだけど、これはスリム吸盤式カメラスタンドってことでね、これを買ってました。でこれは今回のこのアクションカメラに限らず、もうね、ネジ穴がもうついてるから、どんなカメラでもつけれるということで、ちょっとしっかりしたも、ここはちょっとしっかりしたものにしとこうかなと思った。そうすればアクションカムはアクションカムで撮りたい部分とか広角で撮れるもんだから、そこの部分はその子に任せて、メインの部分で例えば今この撮っているキャノンの HF20 とか、あとは NEX5R とかね、あのカメラを例えば動画だとか写真とか撮りたい時とかに、車でね、車とかでセッティングしておけたら楽だなと思ってこれ買いました。でこれはもう要は両面じゃないから移動できるっていうね、他の車に移動するとかっていうのにも使えると思って、今回この吸盤も買ってみました。でもう一つ、これがね、11インチ、こういうのね、カメラ的、こんだけカメラ買ってんだけど、やっぱね、まずそういうものを揃えてなくて、昔もね、一眼レフの普通のデジタルじゃない頃、フィルムの頃も撮ってたりしたんですけど、三脚っていうのは持ってんだよね、三脚っていうの。
なんだけど、クランプ、三脚の足にクランプしたり、ちょっとなんかプロっぽい感じでしょ、クランプ、クランプって言ったの。あの、音響だとかさ、照明屋さんっていうのは、あの、そういうの使ってて、馴染みある言葉だと思うんだ。クランプって、まあ、挟むやつね、こう、パコって。だから、三脚の足にパコって挟んで、ここで何かができる。例えば、あの、延長して、あの、照明ね、まさに今、この、私なんかも、この照明当てて、意外にこちらでしょ、こうやって当てて、今撮影してるんだけど、こういうのを、こういうとこね、これ今ほんと、あの今、皆さんも使ったことあるの、上海問屋さんの皆さんに使って有名な、このね、スマート三脚なんだけどね、こうやってグリップにもなるように、こういうちっこいいいやつなんだけど、これにつけて、照明とかね、当てたりしてます。だけど、こういうのを、まあ、ちょっと本格的な真剣な感じで、やろうと思った時のというかやったりするで、しっかり重みがあったり、あとあのカメラって今ちょっとこのカメラで撮っちゃってんからやりづらいんだけど、こうやってハンディでカメラがあって、まあ照明とかもあるね、こうやってカメラがあって照明があって、でその横にあのモニターとかつけるね、あのレビュー用のって後ろの撮ってカメラマンじゃない人が見る用のカメラで、そういうのをマウントできたりする。マウントです。正式名称なんていうの、一応 Amazon の、 あのページで言うとベストアングルで撮れるよって、11インチフレキシブルマジックアーム。なんかねレビュー読んでると、三脚とかで有名なマウフロットさんっていうのがあるんです。マウフロットっていう会社の三脚ね、もうカメラやってる人ならもう絶対知ってるあれなんですけど、そのマンフロットさんのみパクリだねって書いてある。パクリってことはよくできちゃうってことだと思う。パクリでその機能的に開かない、見せたいんだけど開かない、なんでこの辺も見せていきたいんだけどね。ということでね、とりあえず開封、長くなっちゃうからね動画が。これでもだってもう何分話してる、もう10分ぐらい話してもね。ということで、そういう今回はそのアクションカムを買って、こういうものが来たよっていう開封動画でした。詳細はね次の動画、次はですね本体を開けて早速電源を入れたりってしていきたいと思います。この辺のものは今日はもうね暗くなっちゃったんで本体やりたかったんです。